始めてきます。漫画模写 RTA、 今回は僕のヒーローアカデミアよりかっちゃん、爆豪勝樹と、あとデクの、少年デクの手を描いていこうかなと思うんですけれども、いやこれ印象的なシーンですよね。あの2巻でなんかかっちゃんがなんか川で溺れたというか、まあちょっとなんか川にぼちゃんって落っこっちゃったところに、あの、まあ、少年のかっちゃんに、少年の頃のデクが大丈夫？立てる？っていう風に手を差し伸べたシーンで、まあ、別にそんな、川に流されて死にそうとか別にそういうわけじゃなくて、かっちゃんもなんか平気平気とか言ってたところに、デクが一人だけ心配して、大丈夫？立てる？っていう風に、まあ、助けに来たっていう。で、まあ、かっちゃんにとっては、まあ、そんな助けられるっていうことは、格下に見られてるっていうことだから、そんな目で俺を見るんじゃねえっていう感じで、まあちょっとなんかそれがかっちゃんにとってはもうこんななんてことないエピソードが、まあかなりかっちゃんのアイデンティティに関わるというか、まあかっちゃんの中ではまあトラウマとはちょっと違うかもしれないですけれども、っていうこの2巻とかであったなんてことないこのやりとりっていうのが、時を経て29巻の表紙で少年デクが手を差し伸べて、それをかっちゃんがめちゃめちゃなんか笑ってんのか無表情なのか、なんか大人びた顔でその手を握ろうとしているっていう感じですよね。いやこれ僕だけですかね、これ、うわめっちゃナルトじゃんって思ったの。いや、ナルトじゃないんですよ。全くナルトじゃなくて、もう完全なこじつけで、もう僕がただナルトが好きだから何でもナルトにこじつけたくなるっていう、まあ、本当に良くないことだと思うんですけれども、まあ、僕が無理やりナルトにどうこじつけたかというと、いや、これ死の森じゃんって思って、ナルトの中忍試験で、死の森で、サスケがカリン助けましたよね。で、まあそれで何巻か後、30巻か40巻後ぐらいに、なんかカリンがそのことを思い出してみたいな。なんかその、何巻越しかにこのなんか死の森のあの助けられたところを思い出すみたいな、なんかこの感じというか、このもう一度やる構図っていうのが、しかもなんか死の森もなんかこんな感じの背景だったような気もして、お、これは多分あのなんかカリンのあの、エピソードを堀越先生流になんかもっともっとよくインスパイアされてなんかやったんじゃないかなっていう風に思ったんですけれども、まあ話しながら思ったんですけど全く似てないですね。まあただなんか堀越先生はまあナルトを好きっていうのはまあ好きは好きらしいというか、堀越先生ってなんか自分の著者禁鋭っていうんですかね、なんかあの著者禁鋭は違うか、だから自分のアイコンみたいなやつを手にしてますよね確か。なんか手みたいなやつが足みたいな形の手みたいなやつの中にすっぽり入ってるみたいな、なんかそんなイラストだった気がするんですけども、まあナルトの影響で手描くの大好きっていうことは言ってましたね、その岸本正史先生と堀越先生の対談かなんかで。ナルトの岸本正史先生は佐村弘明先生からその手好きなのを受け継いで、でさらにその手フェチっていうのをまたこれでもかっていうぐらい、まあ信楽戸村もめっちゃ手めっついてますし、まあこのシーンもまあ言ったら表情の次ぐらいに手が大事っていう、差し伸べられたこの手を握るのか握んないのかみたいな、まあ僕今回ちょっと手めんどくさすぎて書かなかったんですけれども、なんかかっちゃんのユニフォームというかコスチュームみたいなのがもうゴテゴテすぎてちょっとこれ書くのむずいなと思って書かなかったんですけれども、まあなんか手の表情を書くのは大好きだみたいなことはすごい対談で言ってましたよね。いやーそうなんですよね、これもうほんとなんか技ありっていう感じしますよね。この伏線回収というか、まあ構図回収っていうのか分かりませんけれども、まあ確かに、その2巻のこの
やり取りっていうのを見てみたら、まあなんてことない描写だったかなって思ったんですけれども、まあ結構でかいコマでやってるんですよね。大丈夫？立てる？のシーンを。しかも、まあちゃんと記憶に残りやすいように、こう手差し伸べた時に、あの後ろに効果音で、ズイって音が出るんですけれども、このズイが、まあ皆さんも漫画持ってたらちょっと確認してみてほしいんですけれども、もう異常にでかいんですよね、この音が。しかも井上先生みたいななんか筆でズイって書いてあって、子供が軽く手差し伸べたぐらいの音じゃなくて、めちゃめちゃなんか書道家のなんか書き初めみたいな感じの気合の入ったズイっていう風な文字が背景にあって、まあこれまあかっちゃん目線っていうことですよね。まあ、実際に子供が手差し伸べた時にこんなバカでかい迫力のある音が出るわけではないから、まあ、かっちゃんの記憶というか印象としては、まあ、このエピソードがこんぐらいなんかズイって音が大迫力で出るぐらいに衝撃的だったっていうことですよね。だからやっぱこれが読んでる読者的にも、まあ、割とインパクトあるから、まあ、このコマをなんか無意識になんか覚えていて、それで29巻読んだ時に記憶を取り戻して、うわこれ前やってたあれじゃんっていう感じで、だからこの仕込みがうまいですよね。だって仕込みってなんかその覚えすぎててもつまんないし、かといって全く覚えてなかったらそれは伏線になってないですからね。この効果音のいい意味での違和感みたいなのが多分記憶に引っかかってたっていう人は割といるんじゃないかなっていう気はしますね。しかもこのシチュエーションがいいですよね。川ってのがすごいいいですよね。川っていうのは時が流れるメタファーにもなりますからね。よく川の流れを時間の流れに例えて、まあ時間ものの SF とかでは言いますよね。なんかタイムトラベルの理論とか話す時とかに川の流れと時間の流れみたいな、なんかシュタインズゲートとかでもそんなんあったような気がしますけれども、まあ美空ひばりもなんか時の流れを川の流れに例えて歌ってますよね。どうでもいいけど、あれ秋元康が歌詞書いてるんですよね。秋元康って僕なんかもう AKB のイメージしかないですけれども、本当にコロ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 なんかいろいろ名曲を作ってるんですよね。まあ本当にそれは全然関係ないんですけれども、その川の中で、まあ、このやり取りをしているっていうのが、まあ、やっぱりその川が時代の時の流れのメタファーだから、このかっちゃんが未来で、まあ、時間が経ってこの大人になったかっちゃんがこう差し伸べられた手をこう握り返そうとしてるみたいな、このシーンっていうのは、まあ、なんかスムーズにその時代とか、まあ時の流れを感じるし、しかも、まあ、子どもの頃はまあちょっと確かにもう下半身全部使ってて、まあ溺れるっちゃ溺れるかもみたいな感じはするんですけれども、もうこれがその大人かっちゃんになったら、今書いてるかっちゃんになったらもう溺れるわけはないんですよ。こんなもう膝から上が出てるから、この川で死んだりとかするはずはないんですよね、かっちゃんが。まあ英雄高校のエイクラだし、腐ってもこんな川で死ぬわけはないんですけれども、それでもこの差し伸べられた手を握ろうとしてるって、これ皆さんどういう意味か分かりますか？これ、いやこれはもう助けられたっていうことじゃなくて、助けようとしてる手を、差し伸べた手を握り返そうとしてるっていうような、まあ救助の意味でのシェイクハンドじゃないですよね。これはもうだって死ぬはずがないんだから、こんな川ではもう膝から上が出てるんだから、これはもう和解の意味での握手と取ってもいいんじゃないでしょうかと僕は思っちゃうんですけれども、救助のための手差し伸べじゃないですよね、さすがに。これはいやー、まあそこら辺がエモいっすよね。川っていう設定ならではっていう感じがして、しかもこれ構図がめっちゃいいなって思うのは、なんか上に木がでかい倒木が土手の手前側から奥側に向かって倒れてるんですよね。まあ逆かな、奥から手前かな、まあ、とにかく大事なのは手前と奥が倒木でつながってるんですよ。いやこれがもうこの目線の流れがなんかもうちゃんとこうスッとつながるっていうのがうまいですよね。しかもこれが
今はまだその握手は成立してないんですけれども、まあもう手前のデクと奥のかっちゃんがもうこうちゃんとつながったというか、もうここにラインをもうしっかりと感じますよね。いや、からこの川に対してこの倒木を倒すみたいな、こういうなんかモチーフの小技というか、なんか構図の使い方みたいなのめちゃめちゃやっぱアイデア聞いててうまいですよね。まあ、ただ、まあ、本当に僕ちょっと難癖つける病気があるんで、もう何にでも難癖つけちゃうんですけど、いや、デクは右手を差し出してかっちゃん左手って、いや握手は右手だろっていうふうにちょっと思っちゃって、いやもう世界共通、握手は右手で左手でしたら失礼っていうのは、あのまあ日本でもそうだしアメリカとかでもそうだし、まあその左手っていうのは、まあレフトハンドっていうのは、まあ悪魔が宿る手みたいな感じで、まあキリストも右手が天国指して左手が地獄を指すみたいな、レフトハンド悪魔が宿る手、ライトハンド正しい手って言いますよね。インドとかでも左手は不浄の手みたいな感じで、左手で握手するっていうのはまあ世界共通でマナー違反なんですけれども、唯一マナー違反じゃない国があるんですけど、国というか世界が、それがナルトなんですよ。ナルトの忍者はなんか右手と左手で和解の印、ナルトとサスケ右手と左手で和解の印をしてますよね。いや、ここにもやはりナルトリスペクトがあるんじゃないかなという、もう本当にもう超無理やりな、なんか意味わかんないことを言いつつ、今日のところはまあ大体そんな感じでおしまいということで、お疲れ様でした。